こんにちは、宮良自動車営業の福田です。今日ご紹介する車はネオクラとか旧車ではなく、令和4年式、去年の2月登録のホンダ S660、モデューロ X で最終のバージョン Z になります。うちの YouTube 番組でも紹介されている車なので、ご存知の方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますけど、購入してすぐにですね、同じ北九州にある HKS 九州さんの方で、ターボのタービン交換はじめコンピューターとかですね、そこら辺もちょっとチューンした車両になりますので、ご紹介させてもらえればなと思います。この紹介した実際に HKS 九州さんでパーツ交換とかする番組とかはですね、こういうやつがあるんですけど、概要欄の方に、貼っておきますので、ぜひご覧いただければなと思います。じゃあ早速なんですけどご紹介したいと思います。これ色の方は、ソニックグレーパールという色になります。最近流行りのちょっとこうグレー系の、外車とかにも結構最近よくあるような色ですね。で、バージョン Z なんでちょっとエンブレム関係が、クローム調のちょっとこう黒っぽい色のエンブレムになってます。それと、あとホイールとかも全部純正です。純正ホイールに純正タイヤですね、アドバン、ネオバがついてます。で、この色に対して屋根はこのワインレッド調のこのトップがつきます。これはホロタイプで後ほどちょっと脱着するところもご紹介したいと思いますので、よろしくお願いします。で、サイドも全て純正です。はい。でリアも S660 とかモデューロ X とかいうエンブレムはもうブラッククローム調の、ものがついてます。それと外観で唯一違うところですね、横からちょっと撮ってもらったら分かるんですけど、ちょっとエンジンかかってるんであれなんですけど、 HKS の、マフラーがついてます。それ以外のところはちょっとあとエンジンルーム開けた時にご紹介したいと思います。こちらが助手席側ですね。一周ざっと見てもそんなにまだ走行距離2500キロ弱なので、飛び石とかもそういう目立つ傷ももうほとんどないですね。綺麗な状態です。2500キロなんで、その HKS さんでタービンとか交換したんですけど、慣らしが終わったという状況の車になります。じゃあエンジンルームちょっと開けてみます。はい。はい。パッと見て分かるのがここはマフラーが変わってます。それと、途中にある触媒ですか、触媒もですね、メタルキャタライザーというのも HKS 製に変わっているのと、あとこれフィルターですね、フィルターも、HKS 製に変わっています。あとパイピングもですね変わっています。このインタークーラーの方も、HKS 九州さんの方で交換されています。でもちろんタービンは HKS の、GT100R パッケージという、S660 用のキットが、取り付けられています。あとプラグの方も、HKS レーシングプラグというものに交換されている、エンジンルーム、だから外観的にマフラー以外フルノーマルなんですけど、でエンジンのところはちょっと HKS のパーツでちょっとチューンされているという感じですね。で HKS 九州さんの方で車、まあ、シャシダイナモ
で測定した結果、まあ、測定誤差あるそうなんですけど、まあ、一応108馬力の測定結果だったという報告を受けてます。まあ、そこら辺 の紹介の番組もありますので、まあ、ご覧いただければなと思います。なので、まあ、ここはまあ簡単にそういうところだけちょっと説明させてもらいます。はい、じゃあちょっとボンネットの方を開けてみます。よいしょ。はい、基本的にはこのボックスの中だけが、まあ、小物を入れられるんですけど、そちらのワインレッドのルーフを外すとこの中に収納することになるので、まあ、ルーフを外す場合は、まあ、荷物を置くところはほぼないというような構造になってます。だからまあ2人で旅行とかにもちょっと厳しいかもしれないですね。本当にドライブの使い方か、まあ、1人でちょっと遠征とか行くときに助手席に荷物乗せるぐらいしか荷物積むとこないんじゃないかなと思います。はい、一応外回りはこんなところになります。じゃあ今からちょっと室内の方をご案内したいと思います。で、シートはですね、まあ高級な感じなんですけど、本革とあと、スエード、あとハンドルとかメーター周り、あとエアコンの操作パネルのところとかは、カーボン調のパネルが使用されてます。それとシフトノブの前にブーストメーターは、それは車外の後付けになります。それとセンタージスプレーついてますので、まあバックギア入れるとセンタージスプレーとセットでバックカメラがついてるので、バックカメラも、バックモニターも使用できるようになってます。それとここにバージョン Z の、プレートがあります。それと、まあ、こちらにフックがあるんですけど、フックのところにシートセンターバックっていうバックがあるんですけど、それは未使用のまま保管してますので、そちらの方も購入されればお付けいたします。まあ、そのバッグはそこにぶら下げるだけじゃなくて、普段持ち歩き用とかでも使えるような仕様になってるバッグみたいなので、唯一室内で荷物を置くスペースになるというのはそのバッグになります。はい、今からじゃあこのワインレッドのホロを取り外したいと思います。では、まずここのセンターロックを解除してここフック外します。そしてこのつまみをこっちに引きながらこのレバーを倒します。で、反対側も一緒ですね。反対側もこれをこうすることで、はい、これを巻き取り式になります。巻き取るような形 でこれをボンネットの先ほどのボックスの中に直すことになります。まあ、タルガっぽいんですけど、オープン状態になります。で、ちょっとカメラさん、ちょっとここの後ろの窓をちょっと取り寄ってもらっていい？そこの窓を開けれます。なので、多分ですけど走ってる時に、まあ、回転上げると室内にいいエンジン音が響いて気持ちいいドライビングができるんじゃないかなというふうに思います。はい、こんな感じですね。で、ちなみに自分身長185センチなんですけど、ちょっと座ってみます。
感じですね。まあ後頭部がルーフに当たるので基本やっぱり170センチ台までの方が限界じゃないかなと思います。でちょっとエンジン力持ってるのでついでにちょっと踏んでみたいと思います。まあ、HKS 製のマフラーがついてるので、まあ、どんな感じかっていうんですね。という感じになります。なかなかいい音ですね。はい、じゃあ、車内はですね、センターディスプレイがついてます。でこれバックギアに入れるとセンターディスプレイとセットでオプション のバックカメラがついてるので、まあ、意外と後ろ視界悪いんですけど、まあ、バックカメラちゃんとついてますというところです。それと、スマホでナビも使えるんですけど、その時は、まあ、ちょっと書き込みによるとですね、この HDMI 端子、これスマホと の変換のアダプターをご購入いただいてつなぐと、スマホのミラーリングもできるそうなので、まあ、今はちょっとケーブルがないんで試せないんですけど、まあ、そういうことも可能ということですね。だからまあナビがなくてもスマホのナビが使えるというところです。はい、まあルーというかトップ外すとまあこういう状態ということで、ちょっと今度逆につけてみたいと思います。はい、ではルーフつけてみます。ここにピンがあるのでピンがここに入ります。なのでこれでもうはまってます。こうですね。で、さっきと逆でそっちから取ってもらうと、これをこうするとこちらのロックも自動で戻ります。そしてセンターのロックをします。まあちゃんとはまってることを確認して、こちらもレバーを上げるとカチッと言うんで、これでも取り付け完了です。まあ簡単なんですけど、まあ、走行中雨が降ると最悪というようなルーフになります。はい、こんな感じですね。はい、まあ S660 モデューロ X バージョン Z ですね、最終型の S660、まあ、HKS のパーツを使用して、まあ、108馬力仕様にしてあるという、車両になります。まあやっと慣らしが終わったくらい の2500キロ弱ぐらいしか走ってないので、まあ、ほぼ新車みたいな形になります。まあナンバーついてますので、試乗もできますので、まあ、ご来店いただければ、ご来店いただいて、まあ、現車確認していただければなと思います。よろしくお願いします。この後スライドショーとかもありますので、最後までご視聴いただければ嬉しいです。よろしくお願いします。では